悪人感想学でやるほどレベルじゃないと思うんですけどね。僕も全然わかんないですよ。ベッキーの時にちょっと映ってただけで、全然知らないんですけども、しつこく生き残ってるみたいですからね。まあ、あとはどんだけフライデーされるかじゃないですかね。あなた、運がいいんだって。ケンケン先生、いつも楽しい配信ありがとうございます。乃木坂の新センター、中西アルノさんの感想をお願いします。この方、私もよく存じ上げないんですが、センター起用の発表にネットで炎上し、乃木坂の顔じゃない。この手の顔に緑なのはいない。この口元は正にだらしない。この目のやつは信用できないなどと、顔に関するコメントがあまりにも多かったため、真偽のほどがいかがほどかと思った次第です。ボールペン希望です。中西アルノさんね、感想学やらせていただきました。まあ、しょうがないですよね、ああいう子は。低層観念がね、ゆるゆるっぽかったですからね。それも別にいいんですけど、バレちゃダメですよね。アイドルとしてやっていくんだったら、バレたらあかんすよね。バレてなかったら多分ね、芸能界っていう世界はそういう世界ですから、性被害じゃなくって自分から行く子とかも全然多いんでね。ただバレちゃあかんと。あ、ケビンさんね、中西学は、まあ、現人ですよね。バレたらダメなんですよ。アイドルがね、ものすごく純情で純粋でみたいな思ってないですけども、夢を与える職業なんで、もうアイドルって言ったら偶像っていう意味なんで、バレるの早いっすよね。最初からバレたらダメですよね。武器は武器で置いとかないと。パパ活の情報なんでバレたのかっていうかに関すると、一般の人とかともね言ってたみたいで、一般の人に写真とか暴露されてましたからね。いざという時だけ行くのが賢いアイドルですよね。ここ行っとかなあかんっていう。誰でも彼でもちょっとお金もらえるからとか、そういうので一般人とも行って写真とかデータ残されてるっていうのはゲノゲですよね。素人のちょっとお金 2,3 万くれるというおっちゃんとか、君だったら5万払うよっていうおっちゃんとかに行ってたら、それバレますって。武器を使うのもそう、手段の一つなんですよ。ただ誰でも彼でも行ってると、もう安売りしてたら意味ないんで、もし自分が行ける女だったら選別しないとダメですよ。こいつだっていうターゲッティングをしないとダメなんで、結局センターに選ばれて一瞬、ほんと何日間かは楽しい思いをしたかもしれませんけども、ダメなんですよね。そこら辺がそう浅い。もう目立つ子が限られてるんでね、隙を与えたらダメなんですよ。わからないようにやらんとダメなんですよね。アイドルとか特殊な世界だと思いますよ。普通の世界じゃないですからね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。渡部さんが復帰するですが、正直イメージ悪いし需要ないと思うんですが、どう思われますか？奥さんのマネージャー業に徹するようには裏方の方がまあいいですよね。もう復帰無理ですよね。サポート役というか裏方とかでメディアに出るのはやめといた方がいいですね。ガーシーチャンネルですか、あの東谷さんっていう人にね、さらに暴露されてますから、出れば出るほど暴露されると思うんですよね。番組も終わらせましたしね、白黒アンジャッシュね。イメージが悪すぎるから無理ですね。さらに悪行がガーシーさん以外にもね、私も私もみたいな感じでどんどん悪行が明るみにね出るだけなんで、 T 社長みたいにそういう人は表舞台に出たらダメですよ。素直な質問なんですが、渡部さんなぜモテるんでしょうか？真似できる部分を真似したい。やっぱ有名人やからじゃないですか。正直こう悲しいかな、女性の中ではテレビ出てるだけとか、芸能人だったら誰でもいいっていう女性がいるんですよね。もちろんみんながみんなそうじゃないんですけども、本当にそういう人いるんですよ。どん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 出てくるんじゃないですかね。渡部さん、のぞみちゃんも許してくれたんで、子供さんがね、あの学校行った時とかにより叩かれると思うんで、諦めて表舞台には出ない方がいいと思いますけどね。奥さんと子供さんのためにね、ああいうことやったからね。そうそうそう、いじめとあったりとか、いじめない世界が素晴らしいですけども、嫌な話なんですけども、昔から親でね、あのことは関わったらダメよみたいなとかいう親がいるんですよ。僕はもうそんなんね、子供は子供の世界なんで、例えば親が渡部さんでも、僕は絶対そういうこと言わないですけども、絶対そういうあの親いるんですよ。あのこと喋っちゃいけませんとか、遊んじゃいけませんとかいう親とかいるんですよ。どんどんね、多目的トイレに悪行がプラスされるたびに、そういうね機会っていうかを増やすだけだと思うんで、奥さんと子供さんがいるんだから、表舞台に出ちゃダメな人ですよ。一回そういうことしたんですからね、それはちょっと諦めてほしいですね。自分で小説も書けるって言ってたし、なんだかんだその仕事はできると思うんですけどね。あの他の仕事はね、すれ違いコントとかエンタの神様とか見て正直面白かったんですよね。独特のね、アンジャッシュのみのコントとかだったんで、後輩とかの脚本書くとか、ネタ書くとか、構成作家とか、グルメの記事書くとかね、ちょっと名前だけ変えてそれした方がいいと思いますよ。ちょっと表に出るのはね、やめといた方がいいと思います。あれぐらいの奥さんももらえただけですごいことですよ。佐々木希ちゃんを奥さんにするっていうのは、世界の美人ベスト100とか選ばれてましたからね。
それだけ本当すごいですよ。あとは奥さんと子供さんのため頑張ってねということですね。渡部さん一応復帰されましたが、小島さんは渡部さんの復帰後の態度に違和感を感じているみたいです。今後は探り探りやるつもりらしいんですが、渡部さんの暴走気味の態度に戸惑っている感じ。かつて有吉さんが相方の森脇さんをバッサリ切ったし、山崎さんも柴田さんが自力上がってくるまでコンビ復活しなかったということもあるから、小島さんもそうするべきじゃなかったのかなと思っています。コンビはね難しいですよね。やったことによりますよね、その相方がね。でも柴田さんって、柴田さん自体悪かったんでしたっけ？柴田さんの奥さんがっていう話じゃなかったですかね。覚えてないんですけども、まあ渡部さんは 100% 渡部がガチガチ悪いですけども、今回のね天竺ネズミの瀬下さんもそうですよね。ガチガチに悪いですよね瀬下さんが。森脇さんはね勝手になんかホストクラブ始めてたんで、有吉さんの相方は。柴田さん悪くないですよね。柴田さんの奥さんがパンキーモンキーの人とね不倫したか、そんなんでしたよね。それでかわいそうでしたよね。芸人さんもねイメージで売ってる商売なんで、何かトラブル起こったら厳しいですよね。渡部さんも無理じゃないですかね。確か復帰した後のガーシー法ですよね。渡部さんはむしろ復帰せんかったらよかったんじゃないですかね。復帰しなかったらガーシー法を食らってなかったかもしれませんよね。もう一般人になってたらね、無理にでもこう帰ってこようとしたんで、さらにガーシー法を食らうというね。1年間ぐらいですか潜ってたんですけどね、潜水艦が浮上した途端にねモグラ叩きで叩かれるっていう感じですかね。渡部さんも結局もうそれ以降出てないですよね。お笑い芸人さんはねそういうのはありきでちゃんと行動してほしいですね。もしバレた時はもう仕事がなくなると、受けなくなるっていうのを分かって行動しないとダメですよね。そういういらんことしてない人もいますからね。みんながみんなそうじゃないですから、それは自分の責任で、そういうことしてたのは自分なんで、男らしく去るのがいいと思いますけどね。けじめをつけてきっちり男らしくねやめて、普通の仕事をしてね、家族とかね親父になっていったり、しがみつかないできっぱりやめてほしいです。最後ぐらいね。ツイッターフォローしてね。いつも楽しい配信ありがとうございます。唐突ですが、日本で一番悪い奴らという映画を先生に見ていただいて、あーこれそれこそ綾野剛さんのやつですよね。北海道県警で起きた稲葉事件がモチーフなんですが、主演が綾野剛をはじめピエールだけ木下隆之あたりは本当に演技なのかと疑わしいくらいの演技力です。まあ僕稲葉事件は結構知ってるんですけども、稲葉事件の稲葉さんは出てきて今定食屋さんかなんか知ってますよね。中村獅童とかが出てくてる映画ですよね。すごいのが出てますねこの映画。本当にあった事件ですからね。拳銃を見つけたって言ってね、自作自演を繰り返してね、ご自分がシャブにはまるというね、ありえるというか、まあ、あんなもんですよね。日本の警察もあんなもんじゃないかなと思いますね。成績を上げないとダメなん で無理にでもね成績上げるために、うん、あんな風になるんじゃないかなと思いますね。どこのこの会社でも警察でも一緒ですよね。やっぱポイントがあったりとかね、業績とか成績とか伸ばさないとダメになったら、あんな風になると思いますね。綾野剛さんね、もうどうなんかな。綾野剛さんが、まあ、今日感想枠やりましたけども、一流の俳優というかこういうのに出れるのはもうなくなったような気がしますけどね。綾野剛、白田優あたりはガーシー法が結構効いたと思いますけどね。見から出たサビといえば見から出たサビですけどね、まあ、もともとああいうガーシーさんとかみたいな人と付き合ってるっていうのがね、もともと脇が甘いなっていう感じがしますよね。ああいう商売こそね、もうちょっときっちりしとかないとね。今回結構感想枠で見るんでいろいろ調べましたけども、どう見ても LINE 画像とかね本物ですからね。確かに LINE 画像なんかなんぼでも作れますけど、わざわざ作るほどのもんじゃないんでね。調子乗ってたらでもライフになるんじゃないですかね。ガーシーさんが、まああいうの言うっていうのはおそらく途中ね仲良かった時期もありますけども、ガーシーさん相手にも多分綾野剛さんはおそらくひどかったんでしょうね。お互いこう利用してるって感じですかね。ガーシーさん多分その時に綾野剛と友達やとかどうせ言ってたはずですし、ガーシーさん側もね、で綾野剛さんで女の子をいつもアテンドしてくれるから、そういう付き合いでね、内心バカにしてるかもしれませんけども、肩ギーかどうかわからんけど使えるやつだなみたいな感じの状態だったんと思いますね。もともとねガッツリと、もちろんその親友とか心が通じ合ってるわけじゃなく、お互い利用してたっていうような感じじゃないですかね。確かにこの映画に出てる人ね全員こうろくでもない感じですけども、まあもともとそういうのは全部明るみに出ただけでと思いますね。白田優さんが出ている CM が削除されています。反社との関わりがあるからですが、まあそうでしょうね。反社との関わりもそうですけど、なんか出てきてからだと遅いんで、ガーシーさんのせいでしょう。なかなか大変ですね。今後芸能界はそこら辺が大変なんじゃないですかね。もう誰も出せないですよね。そのうち人間じゃなくて VTuber とかばっかりになるかもしれませんね。人間
人だと何してるか分かんないんで、木下ほうかさんとかは犯罪ですけども、ガーシー法はアバウトなんで、どっかの女の子と関係があったとか、そこら辺悪いかどうかの判断がねっていう感じですよね。どこまでがどの辺が悪いのかっていうことなんですよね。白田優さん、綾野剛さんとも多分結婚してないですよね。結婚してない人が女性とどうこうっていう話がね、悪いか悪い変化は分かんないですよね。めんどくさいはめんどくさいですよね、業界的に。そうですね、だから未婚で例えばね、二人の女の子と付き合ってたって言ってるのとか、一晩行ったとか、そこら辺がどこまでが悪いのかって話なんですよね。正直ね、有名人とかだったら女の子の方が行く場合もあるんですよね。綾野剛さんとか多分白田優さんとかのレベルまで行くと、正直女の子から抱かれたいとか言って行く場合とかもあるんですよね。結婚とかしてない場合とか、そこがその悪いのかとかなると思いますね。彼女とか奥さんいない場合は、例えばこの人と1週間付き合いました、次の日に新しい彼女できてっていう感じになったりとかして、別に普通だと思うんですよね。どんな人間でもあると思うんですよね。一般人の人にもあると思うんですよ。感謝がどうなんですかね。そこら辺がはっきりあったアウトでしょうけどね。殴ったとか、殴ったにしても証拠がないとダメですね。人殴ったら傷害で捕まるわけですから、ガーシーさんは結構こういう業界からするともう大変っていうか大変でしょうね。詐欺師の報告は傷公開まで。ダンプ松本さんをね、モデルしたネットフリックス、そうなんですね、配信予定のドラマ、極楽女王。ダンプさんのライバルで正義レスラーの長与千種さん役に唐田由香さん、長与さんのパートナーライオネス飛鳥さん役に剛力彩芽さんがしかし。なんでこのキャスティングやねがされているとのこと。女子プロレス関係者は剛力さんすでにハードなトレーニングを開始、最終的には15から20キロの増量を目指しているのはそうですが、何か取り憑かれたのでしょうか。お仕事がないんでしょうね。村西監督と全裸監督でヒットしたんで、昭和の有名人シリーズみたいなんでね、やろうと思ったんかもしれませんね。惜しいですね。僕このドラマ、剛力さんと唐田絵里香さんが出てなかったらめっちゃ見たいんですけど、この二人出る時点で見たくないですね。もったいないですね。僕まあプロレス好きなんで、プロレス題材にしたドラマってあんまないんですよ。見たいんですけど、剛力さんが出てるっていうのは見抜きなくしますね。アンビリーバボー、僕アンビリーバボーっていう番組好きだったんですけども、司会者が剛力さんになって、そっからきっぱり見るのやめたんで、ちょっと配役変えてほしいな。もったいないな。ドラマ的にはすごい興味があるんですけども。悩み相談はマカロンまで。ゲスの川谷が20歳の新恋人と同棲ってネットニュースが流れてたんですけど、彼女はいずれ捨てられることを知ってるか知らないか知らないですけど、川谷への悪人観測でお願いします。なんで事務所クビにならないか不思議ですよね。これに関しては言うたら、あのベッキーの一件があったから有名なだけで、全員が全員じゃありませんけども、あのバンドマンとかね、ありがちなことですよね。あのファンに手出したりとかね、スターあるある。東出とかもそうでしたし、渡部さんですらそうですからね。芸能人とかタレントだったらもうファンに手出す人が手出しますからね。悪人感想学やるほどレベルじゃないと思うんですけどね。僕も全然わかんないですよ。あのベッキーの時にちょっと映ってただけで全然知らないんですけども、しつこく生き残ってるみたいですからね。まああとはどんだけフライデーされるかじゃないですかね。結局ファンとかに手出したら揉めますけどね。渡辺真帆とか多目的男もそうですけども、芸能界に復帰しようと思わなかったら多目的の件一件だけで済んだかもしれないのに、また戻ってこようとするから、この東谷さんっていう人にねまた暴露されてますよね。メディアに出る仕事やめて、せっせと裏方系の仕事でやった方がいいと思いますけどね。多目的さんはね、小説も書けるって、まあ本当かは分かんないですけど、小説書けるとかいう風に書いてましたから、渡部というね名前隠してね、別のペンネームでもつけて小説出してやれば小説家でも生きていけるだろうし、小説家とか漫画家さんなんか全然ペンネームが悪いことではないんで、それで小説が実力あれば認められるわけですからね。多目的問いよとかね、なんかそんな感じの、 あのバレない名前であって、小説が売れればメディアに出るのは悪さがいっぱいバレるんでね、やめておいた方がいいと思いますね。